忘れしてたのちょっと間に合わなかった15分ギリギリにいろいろしてたら、こんにちは。さっき洗濯物回したから、配信終わったら嘘なんでしょ。こんにちは。傘で回してた、どういうこと？なんで洗濯物傘で回すの？洗濯物回してた。こんにちは。今日買ったのは326人、まるさん今月もありがとうございます。こんにちは。洗濯できて偉い。何で違うんだそれ。こんにちは。分回してた。そう、分回してきた。フロマンさん、レインボースターありがとう。こんにちは。よかったもん、ありがとう。こちらこそ、ありがとう。どうも一緒に、なんでよ。なんでよ。こんにちは、どうも。まず起きた、起きたよ、今日。94セル3分レベル。16、ありがとうございます。あと、シンジさんもファンレベル18、ありがとうございます。こんにちは。今日買ったもず327人。エレメンツさん、今月もありがとうございます。ありがとう。こんにちは。新予測だけどいつも何時に寝るの？めっちゃ遅い。早く寝たいんだけどな、いつも。こんにちは。回ってる卵みたい。卵。洗濯機を分回して買い。洗濯機回すのやばい。洗濯機自体回すのやばい。こんにちは。きっとおそらく多分199回目の方は次に100回覚えてるからな。扇風機持ってくるわ。暑い、ちさちち。よいしょ。扇風機終わってきた。こんにちは。こんにちは、とも。よいしょ。今日日曜だよね。イベント最終日だ。おいおい。こんにちは。寝過ごすことなく起きれてない。来ただけで褒められる。こんにちは。かわいい、ありがとう、ありがとう。こんにちは。明日は月曜、わかってるよ。違う、タモは今から寝る？あ、橋本は寝るけど。あげらしまったりいったん。洗濯物干さなきゃ。ちょうど配信は畳ぐらいで終わるかな。ちょっといいかも。優しい世界。この指はね、1で終われたらいいけどな、このまま。イベント、こんにちは、とも。寝るんかい。寝ますよ。明日は祝日だ、忘れてた。海の日。こんにちは。メイソンファンレベル13、ありがとうございます。次は劇場楽曲イベント、次、ね、
劇場楽曲入りは次の次が出るとしたら、まだ決めてないんだけど、どれ出るか。よかったもん、328人、サクッと辛くて美味しい予算。今月もありがとうございます。ありがとう。次のイベントはね、なんか、ショールームの公式イベントを、やるつもり。劇場楽曲イベは21日からだから、21、22日からだから、まだです。じゃあ夜に次のイベ決める。いやね、もう出る、何出るか決めてる。なんとね、どこに書いてあったっけな。これだ。一昔前のネットの世界を楽しもうってやつ。これ。これに出るつもり。なんかイベント増えてるな、気づかないのに。テーマパークチケット獲得イベントとか。あ、でもこれ25日からか。千葉県にあるテーマパークでご利用いただけます。夢の国ね。こんにちは。今回のはいい天気だけど、そちらもいい天気じゃない？多分ちょっと、わかんない。今の天気、見てない。いつもの方ありがとう、こんにちは。お昼食べた、お昼まだ。まだ。あ、そう、アスキーアートとかのギフトがあるやつ。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。ヒロジさん、ファンレベル17。ありがとうございます。ありがとう。次は一昔前のネットの世界を楽しむ。これですかね。これ出るつもりです。こんにちは、どうも。メタルランキングも先週みたいに何十本投げられ、何件なんで出たら200万ポイント差もいくいくね。確かに。ランキングだ。70分強すぎる。何食べるよって、お昼何食べるかな、決めてない。何食べよう。洗濯物干して考えようかな。でも昔前のネットってめちゃくちゃ通信速度が遅いやつじゃん。確かに。なんかネット用語がギフトがいろいろ出るし。今日買ったもの329人、1、2、3。3ファンレベル、ファンレベルじゃない、今月はありがとうございます。ありがとう。1、2、3。あれやつね、マヨネーズおにぎり3個食べた。ツナマヨ3個めっちゃ好きだね、ツナマヨ。こんにちは。無印良品で台湾まぜそば買ってきたから。あ、そんなのもあるの、台湾まぜそばとか。美味しそう。専用ゲートありのイベント、次のイベント、専用、いや、ショールームの公式日だから、なんか多分季節限定とか出てるやつだと思う。こんにちは。あや、ポップおじさんの塩唐揚げめっちゃ美味しいやつ。美味しいよね。ポップおじさんなんかね、好きなメニューがあったんだよな。何だったっけな。なんか好きなやつがあったんだけど。だっけ。
お兄さんの目にちょっと見てみよう。おじさん、うーん、おじさんのなんかね、鶏皮サクサク揚げ、これめっちゃ美味しい。お菓子みたいなやつ。おじさんって誰？ポポおじさん、あの大分の唐揚げ屋さんの名前です。ポポおじさん。あ、ここのチキン生か、ここでもチキン生か。私チキン生がそう、私が好きだった。美味しいんだよね、チキン南蛮弁当。唐揚げも美味しいけど、こんにちは、どうもとプーさん、ファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。昔のネットの固定回線は線路またぐと速度落ちるとかだ。そんなのあった、めっちゃ大変じゃん。昨日もシャッカリありがとうございます。いつもの方もありがとう。こんにちは、タムマヨなんです。こんにちは、明日雨の日、頭の水着無理ですよ。おじさんハートかぶってる、おじさん、あ、おじさんがハートかぶってたの。あ、ポッポおじさんだから違うよ、違う。牛タロっぽい、各ギフトランキング、そうそう、なんかね、牛タランキング多いんだよね。ここもあるから、たくさんある。あ、ズームの方ありがとう。こんにちは、トリカーパリパリ揚げもつりかけて、それ美味しい。めっちゃ美味しい。こんにちは、アイスどうぞ。ありがとう、ありがとう、ね、たくさんありがとう。ティンさん、ありがとうございます。生姜焼きは外せない。生姜焼き美味しい。生姜焼きないや、あの唐揚げ屋さんだから生姜焼きはないけど、このチキンナンバーも好きだった。こんにちは、どうも、はじめまして。うつけーすげー、目線に売ってる瀬戸内山風味の唐揚げに最近ハマってる。美味しい。でも唐揚げ、前はね、唐揚げにレモンかけるの全然好きじゃなかったんだけど、最近は好きだね。あ、全然好きじゃなかったけど。こんにちは、どうも。映画館で生姜焼き定食食べないよ。やばいでしょ。びっくりするよ、隣の人が食べてたら。チキンナンバー好き、チキンナンバー美味しい。今日も可愛い、ありがとう。ありがとうね。2度目の方ありがとう。こんにちは。24歳になるとね、21なのよね、まだ。やめてください。2度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。あ、酢豚にパイナップルはちょっと、あんまですね、私。あんまり。スウェルブのスモークタン美味しい。こんなにレモン風味。いや、スモークタン好きだよ、私。コンビニのやつ。スウェルブの食べたことあるかわかんないけど。こんにちは。ポテサン、あ、ポテサン人気前だね。なんか、そういうご飯系にフルーツ入ってるのちょっと嫌かも。普通に食べたい、パイナップルもリンゴも。普通に食べたいかも。こんにちは、たまーん。映画館でポックミを食べたら驚く。映画館で映画館いいけど、台湾食べたら驚く、なんでも。こんにちは、たまーん。こんにちは。サラダにポテチ、サラダにポテチ、やったことないけど初めて聞いた。サラダにポテチなんか美味しそう。なんかあるじゃん、なんかさ、サラダにさ、あのサラうどんのさ麺を
こう砕いて乗せるみたいな、パリパリのやつ、なんかあんな感じで合いそう。カレーにリンゴ、でもカレーにリンゴ入ったりするよね。なんかバウントカレーかな。なんかあるよね。でも普通にゴロゴロ入ってんのはいいよ。それだけにパイナップル全然あり。私やだな、ちょっと。あ、一番レバーはいける。レバーはあんま好きじゃないね。好きじゃない。あ、兄ちゃん映画館で買うポップコーンって絶対でかいの買っちゃう。映画館でポップコーン、家族で行くときはでかいの買うかも。食べれる自信がない、ポップコーン。肉じゃがにキウイ、え、入ってることある？見たことないけど、肉じゃがにキウイちょっと嫌かも。WY さん、200回目の訪問ありがとうございます。ありがとう、たくさんありがとうございます。リンゴ好きなのにアップルパイ嫌い。焼いたり、あ、焼いたリンゴ苦手。あれ、私のイートトマト嫌いみたいだな。リンゴはいけるけど、トマトはね、普通のトマトはいけんのよ。サラダに入ってる生のトマトめっちゃ好きなんだけど、なんか焼いたトマト、火が通ったトマト好きじゃない。なんかピザに乗ってるトマトとか、トマトソースはいけるのよ。じゃなくて、なんかもうさ、トマトそのまま皮付きのトマトがさ乗ってたりするじゃん、ピザって。それがあんま好きじゃない、私みたい。こんにちは。彼らに聞いたお家でポックミを食べながら青プラの映画を見るの。あ、最高だね、それ。最高。俺と真逆。あ、生のトマトがいけないの、逆に。なんか焼いたらさ、味変わるからさ。まあ味変わったのが嫌なんだよ。あ、な、なんちゃってゲーム知ってる。これ読めない。読め、知らない、それ。トマト大好きだけど、俺も高いトマト苦手。仲間いたわ。ミニトマト好きだよ。普通のトマトはね、全部いけるんだけど。でかいトマトも、ミニトマトも。でもなんか、火が通ると無理なのよね。こんにちは、どうもん。でも、リンゴはいける。アップルパイは好き。アップルパイ大好き。こんにちは。なんかアップルパイのさ、中身だけ、中のリンゴだけさ、こう煮るやつなんていうの、わかんない、ちょっとわかんないけど、それだけ、お母さんがよく作ってくれてて、よく食べてた。中のリンゴだけ。これをなんかパイシートで包んだら、アップルパイになるみたいな。中身だけ。こんにちは、どうも。トマト全般無理だけど、トマトソースは大丈夫。あ、全般無理。確かにトマトソース味違うもんね。こんにちは、どうも。私は焼いたトマト以外は好きなんだよな。野菜、サラダとかに乗ってるさ、トマトは好き。でも焼いたトマトはあんま好きじゃん。二度目の方ありがとう、カニちゃん。トマトもリンゴも似たようなもの。全然似てないだろ。全然似てない。カニちゃん、どうもーん。こんにちはーん。洗濯物忘れそうだな。忘れないにしないと。配信終わったら、すぐ、干そう。昨日もさ、ちょっと忘れかけたんだよね。あんな。洗濯物干そうと思ってたのに、昨日も配信中に洗濯物持って、配信終わったら洗濯干さなきゃってずっと思ってたのに、忘れかけたから。ちゃんと干せたけど。忘れないようにしないと。最近は、ほぼ毎日どうだった？暑いので。あと最近食べてない私。大丈夫、寝は全部忘れる。やばいやばい。洗濯物、さ、干さずに洗濯機内に放置しちゃって、もう一回回すのが一番めんどくさいから。
いやよ、絶対干したい。みかんとオレンジ、あ、みかんとオレンジは、まあ、確かにね。リンゴとトマトは全然似てないよ。みかんとオレンジぐらいならわーってわかるけど。こんにちは、どうも。よくある。私も何回かやったことある。その洗濯機忘れててとか。こんにちは。うん。2度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。どうも。上から読んでも下から読んでも多分違うのよ。上から読んでも下から読んで下から読んだら違うのよ。上から読んだら多分だけど。こんにちは、どうも。アイスランキング3位からあっちが5万ポイント内の差で大混戦。ちょっと見てなかったな、さっき。アイス。チーゴアイス。ほんとだ。私、3位とは、何ポイント差だ ?5 万。5万 ?4 位、4位とか。4位と近いのか。ポイント3位とは15万ポイント下がるか。こんにちは。でこの洗濯物に洗濯機に持ちそうしとくと臭くなる。そりゃそうだよ。だから臭さないけど、もう洗濯終わったら今も知らず人と聞こえないけど、きっとたまにすごいな。痩せちゃうんじゃね。なんか、洗濯物回してて、寝ちゃったりとか。よくない。こんにちは、どうも。うん。だから、配信前に回して、配信後にちょっと、ぐらいに、回し終わるのが一番ちょうどいい。ショートケーキ食べれないけど生クリーム平気。ショートケーキ食べれないけど生クリーム。ショートケーキ食べれるよ。なんか生クリームもなんか食べれるんだけど、あんまいっぱい食べれないから、ちょっと甘すぎる。から、うん、ショートケーキ食べない。食べれるけど、選ばない。じゃーん。なんかね、生クリーム、好きな生クリームある。なんか、スタバのやつみたいな。ウィップみたいな。ああいうなんか、軽いやつもあるじゃん。お店によってだけどさ、軽い生クリームは大好き。ショートケーキは、まあ食べれるけど、ちょっと、生クリームがそんなにいらない。寝ちゃうな、別問題。寝ちゃったりとか。それっていうか、すべての予定を超越して、睡眠を乗せさせるだけだ。確かに。ホワイトモカ、ホワイトモカ美味しいね。私も好きだよ、ホワイトモカ。ホワイトモカのシロップ多めがめっちゃ美味しいよ。めっちゃ甘いけど。めちゃくちゃ甘いものを飲みたい時に飲むやつ。ホワイトモカのシロップ多め。めっちゃ甘い。こんにちは、どうも。カスタードクリームが1番。うん、1番何かもするけど、でもカスタードクリーム好き。美味しいね。二度目の方ありがとう。こんにちは。ニシン洗濯、ニシン、無理や、ちょっと届かないわ。ちっちゃい。よかった、まず330人。ケンキザキさん、今月もありがとうございます。ありがとう。本当に。夏もの方ありがとう。こんにちは、どうも。こんにちは。うん。どうも。お腹空いてきた。
トムは大きい。まあ、西よりかはね。背高いから西よりかは。届く、あの、洗濯物、あの、物欲しそうに。じゃ、西じゃ届かないな。いつもの方ありがとう、グリちゃん。もう降ってきて、涼しくて、あ、涼しい今日。梅雨って感じだね、最近。毎日雨だ。梅雨もあんま好きじゃないな。梅雨もあんま好きじゃない。雨だと濡れちゃうから、あんま出たくなっちゃう。ユンさん、ファンレベル13。ありがとうございます。ありがとう。ニッシー、多分コギュン。コギュンでかすぎだろ、それ。コギュンでかすぎだろ、私よりでかいの。でかすぎだろ。巨大じゃん、コギュン。怖いよ。ネシ首1メートル?でかすぎだろ。ゲーム内のネシはでも結構でかいか。でも私が思ってるんだけど、そっちじゃないですか。んー、これからお出かけする予定。あ、二重品買わなきゃいけないわ。買わなきゃいけない。めんどくさいね、もう。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様。洗濯物部屋干し。そう。干さなきゃいけないわ、普段。めんどくさいからやんなきゃ。一周回って初見です。一周回んなくても初見じゃないよ。回っても回んなくても初見じゃない。こんにちは。どうも。マヨネーズからね、と。マヨネーズはまだいいかな。スーパー行った時ね。スーパー最近行ってないんだな。行かなきゃ。食材いろいろ買ってこなきゃ。二度目の方ありがとう。こんにちは。ナイトプール行くの?なんで?なんで?行かないよ。こんにちは。どうもーん。お出かけするなら傘忘れない。ね、雨降ってるんでしょ?忘れないしなきゃ。雨降ってるから。あんま行きたくないんだけどな、これも。でもそんなこと言ってたらいけないよね、ずっと。梅雨。明日もずっと雨?あざむの方ありがとう、こんにちは。日用品買うって言ったらさっき日用品ね、日用品切らしたの買う。ああ、届け方も泣けるの、これ朝鮮包まれていい時間が増えてる。それならかった。パシャパシャ、ナイトプールパシャパシャしないよ。歩きたくない、雨の日ね。いや、服汚れんの嫌だね、なんか濡れるのがちょっと嫌ですね。靴刺すのもちょっと邪魔でした。チョロギ食べたいな、久しぶりに。気に行かなきゃ、ダイソー。こんにちは、たまん。まあ、ダイソーで売ってんのかな、チョロギ。ちょっとわかんないけど。前売ってたの、ね。雨が降る日切る理由第一。見れたくない。確かに。こんにちは。二度目の方ありがとう。たまん。いや、たまん優しすぎる。いつもと変わんないよ。なんとか雨大丈夫。九州北部は、線状降水帯で、雨がすごい。私はちょっとまだ外出てなくてちょっと動かんないけど、きっと大丈夫な。二度目の方ありがとう。こんにちは。月曜から土曜日暇か、なんでよそれ。なんでよ。日用品買うって言ったけど、日曜だからじゃないのよ。キンパってうまい。キンパ美味しいよ。私は好き。キンパ。いろいろあるよね、キンパ。キンパ。のり巻き。よし。
ズームの方ありがとう。こんにちは。どうも。おいたしあんまり作ってない。そうだろう。こんにちは。うん、ズームの方ありがとう。キンポ美味しいね。キンポ美味しい。私好きだよ、キンポ。キンハ何言ってんの何言ってんの。くまたかさん、ファンレベル15。ありがとうございます。キンバはどう？そっちはいいな。そっちはちょっと大丈夫。量でもないのに、量の牛にうなぎ食べちゃう。確かに。あの牛の日、うなぎ食べなきゃね。それ今年はいつなんだ？毎年はあんま分かってない。2度目の方ありがとう。こんにちは。12時50分。早い時間、あっという間。こんにちは。2度目の方ありがとう。どうも、こんにちは。お腹すいた。お腹すいた。こんにちは。どうも。コンビニで土曜の牛の日を知るパターン。確かにコンビニでなんか、書いてあるやつで。確かに。二度目の方ありがとう。こんにちは。ちゃんと食べて食べるよ。何食べようかな。残しちょっと、台無しまして。24日の水曜日が、土曜の牛の日。あ、今月？あ、そうなの？え、牛の日って毎月あんの？違う、え、そういうこと？年に数回かと思ってたんだけど。あの牛の日に牛食べてもいい？まあ何食べてもいいか。何が食べたい気分？今？なんだろうな、今の気分。むずい。あっさりしたものがいいかも、なんか。あっさり系が食べたい。冷やし中華とか。なんで握ったおにぎり差し入れしちゃう？素手で握ったおにぎり差し入れ？どこに差し入れすんだ？こんにちは。いいご飯食べて洗濯物忘れない。確かに、先に洗濯物しなきゃね。土曜のウッシーの日はないな、ちょっと。毎日おなぎでもいけない。大好きじゃん、おなぎ。確かに美味しいけど。うなぎはタレが好きだね。タレ。乳麺もいいね。ちょっと今日暑いからな。8月、何？ V。ってこと？土曜の牛の日。毎月あんの？牛の日って。知らなかったよ。こんにちは。冷やし中華食べたい。わかる。なんか冷やし中華食べたい。とか、なんか、うどんとか、そば。麺だな。冷たい麺。冷たい麺が食べたい。土曜は四季の間に、あ、そうなの？知らなかった。土曜の下月さんの日はないですね。どんな日だよ。夏物の方ありがとう。こんにちは。そうめん、あ、そうめんもいいね。そうめん、そろそろ買おうかな。冷やし焼きそば、なんだそれ。トトロそば、トロロそばね。トトロそば。トロロね。トトロ出てきたらびっくりだよ。こんにちは、どうも。かわいい、ありがとう。はい、あつむの方ありがとう、どうも。こんにちは。ちなみに今は、なんていうのこれ。なんとかでもあるね。わかんない。冷やしラーメン食べたい。北海道冷やし中華のこと、冷やしラーメン。あ、なんかね、前聞いたわ。聞いた。知
ったら冷やしラーメンでしょ。なんで冷やしラーメンって言うの、なんでだろう。二度目の方ありがとう。こんにちは。焼酎、焼酎でも焼酎タム混ぜそば。なんで私が出てくんだよそんなに。こんにちは。ナンバーワン、ありがとうね、ありがとう。こんにちは、どうも。170万ポイントたくさんありがとうございます、ありがとう。こんにちは、どうも。こんにちは。地元に冷やしスタミナラーメンの美味しいお店。冷やしスタミナラーメンって何？初めて聞く。冷やしたラーメンだからでしょ。冷やし中華、冷やし中華って冷やしたラーメン？ちょっと違うじゃん。ちょっと違うよ。こんにちは、どうも。2度目の方ありがとう。こんにちは。暑くなってきた。買い物行かなきゃな。でも今日お疲れ様です。お疲れ様、お疲れ様。初中だけにしょっちゅう暑いよ。いいのよ。すかさず行ってこなくていいのよ。お疲れ様です。なんだかこの声と。お疲れ様。くにちゃん雨やんだ。え、わかんない。ちょっと見てなくて、出てなくて。今雨降ってるかもわかんない。くにちゃん晴れてきたから。あ、雨やんだのね。晴れてきたから暑い。いつ行こうかな。どのタイミングで行こう。一旦寝るわ。一旦ね、足を打って洗濯物干してご飯食べて。こんにちは。暑いから頭から冷たいスープ、ん、冷たいスープかぶりたい。冷たいスープはいいかな。冷たいスープはいいよ。いつもの方ありがとう。こんにちは。そう、ちょっと一旦寝てみるわ。一旦寝てちょっと起きて考えます、いつ買い物に行くか。一旦ね。一旦10時間寝るのやばすぎる。じゃあもう今日、イベント終わるまで配信ない。そしたら。こんにちは。あつもの方ありがとう。夜まで受けないコース。え、起きますよ。起きますよ。ゆっくり寝てください。一回ね、一回寝る。今日方も331人。カズさん、今月もありがとうございます。ありがとう。寝て起きたら大雨。それはちょっとやだな。え、今日そんな雨降るの？めんどくさいぞ。いつもの方、二度目の方ありがとう。くにちゃん。くにん起こしてくれるかな？いつもうるさい携帯のアラームに起こされるんだけど。私がつけてるんだけどさ。アラームの音をめちゃくちゃ嫌いになってよ。なのちゃんさん、ファンレベル19。ありがとうございます。ありがとう。夜配信までには起きるよ。もちろん。一回寝る24時間睡眠。寝すぎだろ、それ。寝すぎだろ。アラームが起こしてくれないときもある。アラームね、そう、たまになんか、鳴らない。聞こえないから。たまに冷たいスープかけたら美味しくなっちゃう。やめてよ。食べないで。たまアラームとか超越する。どういう意味よ、それは。どういう意味ですか。こんにちは、どうも。いつもの方ありがとう。こんにちは。コアラみたいな生活。ずっと寝てるってこと。それかずっとラジオ配信ってこと。ストラジオ、ユノをちゃんとつけますよ、ユノの前。ありがとうございます。何が？初音の方？じゃないね。じゃないのよ。あなたじゃないのよ。よいしょ。よいしょ。眠ら
ずに配信チャレンジ。やだー、寝させてよ。まだあんま寝てないよ。うん、お疲れ様です、お疲れ様。うん、その時鳴ってるわ。早かったな、思ったより。洗濯機。配信終わったら回そう。回そうじゃない、教えた。違う。配信終わったら放送。もう一回回しちゃうとこだった。違う。放送って言いたかった。回すじゃない。また回しちゃったらやばい。もう寝させてよ、干して。もっと寝る時間遅くなっちゃうじゃん。干します。多めに回しております。本当に電話でよこしてくれないよ。妹もきっと寝てるから。だから睡眠を取ったら俺しか残らない。なんだそれ。なんだそれ。洗濯機ごと回せるか。どんだけ怪力なの私。洗濯機回すのやばいじゃん。怪力すぎる。干すね、洗濯。配信終わったら干す。回さない。干す。カニちゃん、今昼寝の準備。待ってた、昼寝の準備。配信終わってご飯食べたら、すぐ寝れるよ。毎回、毎日だけど。いつもの方ありがとう、カニちゃん。裏回しの皆さん、裏回し。ってこと。妹、いつも配信、妹配信見てないよ、見てない。いつもの方ありがとう、こんにちは、どうも。可愛いがどこにいますか？私から睡眠取ったら？なんだそれ。眠タム寝る。なんだそれ。こちら、こんにちは、どうも。こんにちは。タムに行く睡眠イコール意味が分からないのよ、その式。二度目の方ありがとう。とプチフリさんファンレベル13、ありがとうございます。ありがとう。俺可愛いですか？俺可愛いよ、可愛い。みんなのヒラあまり、あ、みんな今日のヒラなんでみんなって今呼んだんだろう。読み間違え、どんな文字。今日の昼は青森県の煮干しラーメン。青森県煮干し、美味しそう。いいね。夜配信は寝起き配信。いやいや、そんなわけないじゃん。そんなわけない。かわいい。いや、かわいいよ。こんにちは。やったもイコール爆睡です。なんだそれ。いつもの方ありがとう、こんにちは。こんにちは。今は常に寝起きであり、寝る寸前である。なんだそれ。でも睡眠を取ると寝ます。そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。なんだよその文章は。山田さんに可愛い言われたい。かわいいよ、みんなかわいいよ。こんにちは、どうも。どうもー。いつもの方ありがとう、こんにちは。どうもどうも。どうもにはかなわないよ。かなわない。かわいいはタムの独壇場。優しいな、みんな。ね、タムが爆睡するとお昼配信が中止になります。なんかタムにちょっとアラームが仕事してくれないんですよね、たまに。あれやってる時が一番かわいい。それはないだろう、それはない。あ、
可愛いは多分専用用語。やばすぎる。私だけ。あなたも一番上だから。うざい一番上ってこと。眠れる森の美女。そう、たまにね、ちょっとなんか、アラームは聞こえないんですよね。アラームか、いや、アラームはね、かけてんのよ。で、起きて、え、鳴ってたみたいな。え、鳴ってたってなる。スヌーズとかになってんだけど、本当に鳴ってたってなる。アラームはきっと鳴ってなかったんだよ。あ、ズボンの方ありがとう、こんにちは。寝るトムは育つ。伸びてくれたらいいんだけどな。アラーム無視してるの。いや、鳴ってなかったんだよ、きっと。聞こえなかったの。今も寝ながら配信、今起きてるよ。寝ながら配信できるか。とにかく可愛い選手権。懐かしいな、それ。懐かしい。あったね。知らない人に聞くやつ。あったな。こんにちは、だもん。アラームごとき余裕出ちゃうやつ。なんだよ、それ。さっきから。あと熟睡しすぎてね、ちょっと。あ、もう聞こえなかった。頭の方ありがとう、かっちゃん。たむ、爆睡。アラームがたまに仕事しなくなっちゃうから。ライトインタビュー、あ、そう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 、そう。それ。感じちゃうけど。なんか、どこだ、渋谷だったっけな、なんかね、そこらにいる人に声かけて、どっちが可愛いですかっていう。っていうのを聞く。聞かれた人も困るよね。どっち、なんかさ、パネルとかだったらまださ、あれかもだけどさ、本人がいるじゃん。言いづらそう。あ、ズボンの方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。準優勝、そう、2位だった。たぶん、シート7くらいのアチョイズ。どういう意味だよ。シラ、シャケンさん、コメントありがとう。こんにちは。たぶん。アラーム本当に鳴ってたって時に多分、いや、え、でしょ？きっと鳴ってなかったんだよ。きっと、そう。きっとそう。あるよ、よく。なんか、アラーム鳴ってたみたいな時。それきっと鳴ってなかったの。そうだと思ってる。二度目の方ありがとう、クリちゃん。12分、13分。そうそう、ランキング見ようかな。絶対小物干してこんだけ。抽選からランキング読めますね。13位、虹色の空さん、ありがとうございます。12位と、ニースケンスさん、ありがとうございます。11位、スミサイさん、ありがとうございます。10位、ワイパルさん、ありがとうございます。9位、グランツさん、ありがとうございます。8位、94サルさん、ありがとうございます。7位、コロちゃんさん、ありがとうございます。6位、ズーシミケンスーケさん、ありがとうございます。5位、ウィーシーさん、ありがとうございます。4位、T さん、ありがとうございます。3位、月のしずくさん、ありがとうございます。2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位が、ヤッサトマク洗濯物忘れないさん、ありがとうございます。ありがとう。フリブルさん、ファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。でも、なせずにね、そうなきゃ。今日広い配信短めだったけど、ちょっと時間遅れて、ありがとうございました。ありがとう。お昼寝の感想楽しみにしてる。なんでお昼寝の感想って。洗濯物干してくるわ。おそば茹でてる間に親の時間、おそば茹でてたの？今からご飯だ。
つもの方ありがとう、かりちゃん。おやすみ。おかしいのよ、この時間におやすみ。わかってるけど、合ってるんだよな。まあ、1時なの。かわいい選択肢に違う。干すんだよ。なんでまた洗うんだよ。じゃあ、ちょっと、ちゃんとゴミ干してくろ。じゃあ、また夜配信で。夜配信はまた、ファンルームでお知らせします。時間。お仕事ある方は頑張ってね。じゃあ、また、夜配信。